はい、どうも、エソボです。ということで、今日はマリオカートツアーをやっていきたいと思います。あ、なんか新しいチャレンジが出たのね。あ、いっぱいなんかもらえるね。オッケー。はい、ということで、まあ、前回はね、実はね、そんなに頑張ってないので、普通に落としたと思うんだけど、すっごい落とすじゃん。よりにもよってなほど落とすじゃないのこれ。すげえ落としたな。しかし、いやさ、無課金勢にはさ、辛いぜ。まあなんかもらえただけでもよかったかなと思ってんだけど、まあ気持ちもうちょっと伸ばせたかなと思うけど、伸ばせたけど、あの現状維持にすらなんねえなと思い、ちょっとやめたっていうね。まあっていうところなんですけど、はい。ということで何をするのかっていうと、デイリーとね、あと、こちら、チョロブーカップ、攻略。攻略っつってもさ、これ、デイリーやったら、あとプクプクアイランドしかないんだけど、それと、あとは、あ、なんか、土管回しちゃおっか。せっかく、いっぱいあるしね。なんか、いいんですか、これ。ワリオか。ワリオってなんかいるの？今回のおツアーは。おツアーはこれ何が熱いの？おツアー、あ、ワリオいるんだ。いるけど、俺デイジー持ってるから別にいいか。デイジーがいれば別にいいか。あ、ここないんだ。ここなくて、ここをやるには、こいつがマリオミーが必要なんだけど、マリオミーってあんの？マリオミーないよね。これ何？赤、マリオミーかと思った。ただのミー。まあ、ということで、まあ、そんなに期待しちゃいねえんだけど、この、土管丸に回してみようかなと思います。まあ、とりあえず10連ぐらい行ってみようか。ということで、行ってみましょう。レッツゴー。いや、俺レッツゴーだってば。はい、どうぞ。まあ、全然期待はしてない。すごく。ほら。もうこうなるから、まあね、まあ、なんか気分転換みたいな感じで、ちょっと10連回すみたいなね。そういう感じで回してるので、別に特に変わった儀式ではないので、落ち着いて見ていってほしい。いや、マジでノーマル、こんなにノーマルな時ある？逆に、なんのデデーンもないんだけど、デデン、G-Force。これはひどいなぁ。もうこれは回せないぜ。こんなの回せないぜ、もう。ちょっとなんかついでだからこれ回しとく。一回、シングルとか回しとく。あ、のこのこだしね。神っているの？本当に、この世に。いるようないねえようだったな、ほんとにな。うん、はい。ということで、通常通りやっていきましょう。まずは、デイリーからいってみましょう。レッツゴー。チョロボカップ、スーパーファミコン版ドーナツヘイヤー1ということでね、行ってみたいと思います。いやー、今日の土管もひどかったね、マジ。もう土管ってさ、やっぱ期待してはならねえものだな。うん、やっぱ期待するとさ、俗に言う物欲センサーなるものが、やっぱ反応してしまう。あらさーってか、危ないなー。みんないっぱいぶら下げていくのね。もう本当に、もうお母さん、そんなにぶら下げてる人初めて見ましたよ、本当に。よし、まずは一匹。あー、惜しい。今完璧だと思ったのに。チョロブーってさ、チョロブー違和感があるんだけど、チョロブーがさ、なんかキノコキャノン持ってんの、キノコキャノンっぽくなくない？なんかさ、砂かけとかそんなじゃないのこいつ。モグラ感がすごいからさ、そんな技しかねえんじゃねえのこいつには。どうなの、あるの、ちゃんとした技、チョロブー。どうなの、あ、すっごい今チョロブーらしい砂みたいな、砂かけで勝利いたしました。あ、チョロブなんか、あれ、勝った姿かわいいね。うん。じゃあ、次行ってみましょう。はい、ということでですね、チョロブカップ残り、プクプクアイランド行ってみたいと思います。
いやーすごさ、さっきからさめっちゃなんか鼻がさ鼻声でさちょっと気になってんだけど、これ多分あれだな、ハウスダスターだな。あ、まあぷくぷくアイランド行ってみましょう。はい、ちょっと取りたい。奥から3枚。あれ、みんな甘いコインには興味ない感じ。お前どっから出てきたお前どっから出てきた。まずいった、いって、あえ、どうしたの。みんなで集まれ、みんなで集まれば、みんなで集まっても、くそ、こんなところでさ、こんなところでキノコを吐かれてもさ、何のショートカットもないじゃないか。君どうするんだ、どうするんだ、そんなことで。どっかで、どっかで良きとこないかな。良きとこないな。ここ、ここかな。水の中に入り、いた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 。なんなの、なんなの、その全力の妨害、全力の妨害。すごい完璧なる全員野球、全員野球すぎる、もう。全員野球すぎんな、マジで。ちょっと、何なの、最近使ってないから怒ってるのか、クッパジュニアは。クッパジュニアは何なの、なんでそんなに怒っているの、俺に対して。微妙すぎるし、これだと多分取れないでしょ、8300じゃ。クッパジュニアしかも1位かよ、腹立つな。取れるわ、取れたんだ、まあ取れたならいいや、取れたならいいよ。もうカップ攻略はこんな感じで、はい。ということでラストワールド行ってみましょう。あ、どうしようかな、どうしようかな、ちょっと回線変えていこうかな、ちょっと待ちよ。はい、こんな感じで行ってみたいと思います。ではワールド行ってみましょう、レッツゴー。はい、第1戦は、ウェンディカップ、スーパーファミコン版、ドーナツヘイヤー 1R ということでね。海外じゃさ、スーパーファミコンじゃなくて、スーパーニンテンドーっていうらしいね。知らんけど。レッツゴー、完璧。完璧。やっぱね、ツアーはね、こいつに限る。なんせキノコ出やすいからね、こいつは。ほら来たよ。嘘、君も同じ能力を持っているのか。君もこのヘイサバと同じ能力を持っている存在ということか。いいぞ、そっちがそういうつもりならいつでも相手になるぞ。まあこんな感じだよ、余裕。まったくな、最近はつまらないアイテムしか持ってないやつが多くて困るな。嘘だろ、そんな都合よく、そんな都合よくだけど、お前のドライビングは都合悪かったみたいだな。まったくもうさ、ちょっと赤コーラ手に入れたぐらいでちょっとはしゃいじゃってさ、困ったもんだぜ。痛い、なんだよ、なんだよ、その真横のどてっぱらに当てていくそのスタイル。痛い、なんで俺だよ、なんで、おかしくね、おかしくないのか、俺今水色チームの1位だったんだね。くそ、ムカつく。一番後ろのやつなんなん、めっちゃ腹立つやん。はい、じゃあ行きましょう、第2戦。はい、第2戦は、ウェンディカップ 3DS デイジーヒルズ X ということで、ね、行ってみたいと思います。なんかピカピカしてらっしゃるのね、あの車は。はい !102 だからさ、割といいスタート、ロケットスタート切れたんじゃないかなと、思うんじゃが、アイテムがマジ心もとねえな。あ、ちょっとあのヤギ邪魔。ヤギ？羊？どっち？わかんないけど。わかんないけど、とにかく邪魔だな、あいつ。え、いつ前にアイテムなくなった？俺、オートアイテム切ってるはずなんだけど。オートアイテム切ってるはずなのに、積極的になくなっていく俺のアイテム。一体何なんだろうか。よし、ここまで順調？ここまで順調だけど、なんだろうか、後ろから今、大量の
大量の火花が散ったけど。いた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 、なんです、なんなのさ、あいつは、あいつはマジでなんなのさ、このなんか色は違えど、あのこの兄弟たちはさ、いてえ、なんなのマジで、マジでなんなの、あの次男はマジなんなの、ほんとさ、あいつやりがちよな、あいつなんか俺相手の時マジでやりがちよな、あいつは絶対に許さん。ちょうど敵チームじゃないか、すごいいいな、すごいいいことに敵チームだ、やつは絶対に許さない、やつは絶対に狩る、俺がやつの命はもう絶対に許さない。シェイ、何なんだ、あの透明無色のやつは、なんだあいつは、あいつなんだ、あいつどっから出てきた、どっから湧いて出てきやがった、あいつ腹立つなぁ、ギョ振りやがったな、あいつマジあいつギョ振りやがったな、なんだ今の、俺があの倒してやったからやろ、俺が倒してやったからやろ、1位のやつをマジギョ振りやがった、あいつ。はい、最終戦はウェンディカップ 3DS 平方カーニバルということでね、行ってみたいと思います。俺平方カーニバル苦手なんだよな、ぶっちゃけ。シェイ、よーし、今日も完璧なスタートだしだ。あ、魚振り野郎、マジでさ、今回こそマジ片付けねえとな、魚振り野郎と。俺こっちの方が早いと思ってんだけどさ、早くないのかな、どうなんだろうか。だってさ、いっぱいあんじゃん、このなんかダッシュプレイとかさ、その分早いような気がしてるんだけど、そんなことないの。え、何、カタカタしちゃって、何、やばい、今ドリフト聞かせたかった、ドリフト聞かせたかったけど、そうもいかないのね。痛い、何です、何なんです、本当にさ、何なんです、今日皆さん、ちょっと落ち着け、そのアイスの玉を持ってるやつ、アイスの実持ってるやつ、ちょっと落ち着けよ。なんか今日さ、あのネットワークは安定してんだけど、なんか勝ちきれねえんだよな、なんでだろうな、なんかよくわかんないけど、あ、一番最低なパターンじゃねえか、これ。どうすんだよ、こんなの。こんなのどうしようもなくない？え、こっからどうやって何かを目指せばいいの？ 6 位でしょ？シェイ！2位？こっからどうする？ 1 位は見えてるけど、とりあえず赤コーラ投げてみっか。うわ、嘘、誰？何今の後ろの、え、何なの？え、後ろのルイージが投げたってこと？え、腹立つー。あいつ余計なことせんかったら当たっとったやないかい。いや、マジで、ほんとさ、ほんともう。いや、ほんとマジ、ほん、あの、前で上げたショートじゃないけどさ、マジ。ジンクスがやばい、マジ、本当に。もう、なんか、やっぱもう絶対になんともならんもんね、ルイージ。対ルイージに関しては。いやー、最後、あれさ、あれ、あんなことがなければ勝っとったでしょ、あれ、完全に。はい。ということで、非常にフラストレーションが溜まるレースであったんですけれども、今日の動画、こんな感じとなっております。いや、マジさ、あの、ま、ほんと、なんだったんだろうね、あの、今日の、あの、ラストのワールドマッチは、やばかったね。あれはありえないわ。はい。
ということで、土管にも逃げられ、ワールドとも手ひどい目に遭い、本当にね、ルイージとの相性は終わってるなと思った平沢だったんですけれども、はい、と、今日、というところでね、今日の動画はここまで。ということでですね、ぜひですね、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、動画の拡散も協力いただけると非常に嬉しく思いますのでですね、ぜひですね、ご協力いただければと思います。ということでですね、また明日も見に来てくださいね。それではまた。